またお目にかかれて嬉しいよ。殿下、バッキンガム宮殿改修の設計図が見つかりません。それは写しでも良いのかな。写しですか？どこに。その前に対応しなければならない問題がある。隠密かつ迅速な行動が必要だ。君なら任せられるんだが。殿下、時間がありません。では早く済ませてくれ。議会に強い影響力を持つ議員たちに接触したいのだ。まさにその彼らが今夜の舞踏会のために馬車を手配した。その馬車を手に入れ、君が彼らを目的地に運ぶ。その間に私は馬車の中で彼らと会合を持てる。全て終わったら写しの場所を教えよう。交渉がお上手ですね。必要なのだ、軽視されやすい立場の者には。個人的な感情を任務に優先させるべからず、失敗したわ。行って。ゆっくり。よしよしよし。その調子。そうそう。落ち着いて。ではロビー活動開始だ、ミスフライ。さあお乗りください。まずどちらへ？ベルグレイブスクエアへ。アルハンブラゲ
ない。ビクトリアステーションまで大急ぎで頼む。息子が私を待っているんだ。さあ行くぞ。よしよし。ようこそ。で、なんとこれは驚いた。人生は驚きの連続なのです。極めて重要な問題について少しお時間をいただきたい。かつてイギリス連邦が我が国パンジャブとそこに住む民の土地を占領した時。占領ではない、権利にのっとった取引。当時英国は私を保護すると約束しました。にもかかわらず議会は私から王国を奪い取り、その条約に違反したのです。これを読んでください。読むだけでいいんです。あなたはこのことに対処できる数少ない人間の一人なのです。できることはしよう。どうぞご子息と舞踏会をお楽しみください。息子はデリーから戻ったばかりです。今の話を聞かせましょう。聞き捨てならない話だ。何やってる。有意義な話し合いだった。次はどちらに。セントジェームズパークへ。今日はミスターグリーンと一緒じゃないのかね。別の仕事があるので。そうか、残念だ。お似合いの二人なのかな。それがいいこととは限りません。個人的な感情を任務に優先させるべからずです。君の言葉ではないようだが。ええ、父の言葉です。イーサン・フライか。ご存知ですか。いや、残念ながらミスター・グリーンが話してくれた非凡な人物だったようだな。その通りです、殿下。それは君の母上も同じだ、セシリー・フレ。お二人は離れがたいパートナーで、スターリックをもう少しのところまで追い詰めた唯一の二人組だ。深い愛情で結ばれていたことは少し聞いただけでもわかる。セシリー、母に会ってみたかった。ミスター・グリーンの推察では君によく似ていたようだ。知的なところだね。父は母のことを話さなくて。でも彼がなぜそれを。子供だったはずなのに。子供は鋭いものだよ、ミス・フライ。ゆっくりね。議会まで大急ぎで頼む。わかりました。こんにちは。殿下、こんなところで何を。最近のお忙しさは存じ上げていますが、ほんの少しお時間をいただきたく。やり方の是非はともかく続きを聞きましょう。私の家族が英国と結んだ条約では私の保護を約束していましたが、実際には領土を奪いました。そして今インドとの関係を強めようとして、今こそパンジャブを民に返すべきです。女王陛下は殿下に年金を与え続けてきた。その恩を仇で返すような真似を。金銭の話ではない。我が祖国が枷をつけられ。ごきげんよう。ではごきげんよう。残るはあと一人だ。グラッドストン邸へ。インドのことは思い出せるのは母のシナモンの香り、そして夏の暑い日、腕に抱いていた私が動かないので母が眠ってしまったこと。王国を失った時も辛かったが、母と引き離された時ほどではなかった。次に会えたのは亡くなる2年前だった。あの夏は大至急だ。
劇場で火災、詳細はこちら。妨害妨害だよ。ギャングのリーダーと疑われるマックスウェル・ロスが。ごきげんよう、ミスター・グラッドストーン。ミスター・シング、探すのに苦労しましたよ。なるほど、女王陛下は物珍しさもなくなったあなたに飽きられたか。だから私にたかろうというのでしょう。言葉が過ぎますぞ。我が国の民は自由になるべきだ。その戦いのために来たのです。あなたがなぜ王国を奪われたか教えてあげますよ、殿下。兵器の数で劣り、戦略で劣り、負けたからだ。ええ、シークの人々は自由になるべきです。英国の助けと文明の進歩によって。ではなぜ彼らは王政の回帰を望む。英国には平和を作り上げる義務がある。とてつもない責任を伴う事業だ。あなたの助言や忠告も議会と同様に役立つ。だがインドの統治は我々の義務であり、もう20年以上自国に戻ってもいない忘れられた王の仕事ではない。率直な意見でもロビー活動に精を出すことですな、殿下。助言が役立つことを祈っていますよ。あなたの政策よりは役立ちますよ。だがあなたの考えが進歩することを私も民も期待しています。力を貸してくれてありがとう、ミス・フライ。どういたしまして。ミスター・グラッドストーンは残念でしたが、良い結果が出るといいですね。心を守るには大きな心を持つことだ。君の父上のようにな。母上が亡くなった時の父上の悲しみようは、身も心もボロボロになるほどだったという。そういう時、人は目の前が見えなくなり、異常な行動に出てしまうものだ。君は馬車を返して設計図の入手に行かないとな。設計図は宮殿にある。女王陛下が他の私的な文書と一緒に白の客間に保管しているはずだ。ではミス・エビー・フライ、どうか良い夜を。あなたも、殿下。エイビー、nice to see you again。ゆっくり。さあ行って。はい。よしよしよし。その調子。よしよし。警官は目を疑うでしょうね。